はいどうも皆さん、四季島です。というわけで、今回はこちら、千年戦争アイリスの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで早速やっていくんですけれども、ですね、ちょっと前の、アップデートの方で、こちらですね、目覚めし地底の竜軍という大討伐がですね、復刻しましたね。こちらはですね、だいぶ前の、大討伐なんですけれども、復刻にあたって、新旧エクストラが追加されました。というわけで今回はその新旧エクストラをやっていきたいと思います。新旧エクストラはまあね、かなりいつものことながら、ね、地獄ですからね。なかなかどうなるかはわかりませんが、やっていきたいと思います。ただ、このままですね、普通に、新旧エクストラ、こちらですね、をやっていってもいいんですけれども、それではちょっと味気ないので、今回はですね、前回の動画の方で手に入れました、新規5人衆を使って、やっていきたいと思います。あの後ですね、かなり育成の方を頑張りまして、だいぶ強くなってもらいました。なので結構エクストラでも通用すると思います。ちょっと見てみましょう。はい、こちらですね。はい、見ての通りですね。第二覚醒できる人、ちゃんと第二覚醒させております。まずはイングリッドさんを見てみましょう。イングリッドさんはですね、第二覚醒の方で、ルーンデルバーの方にしました。はい、ルーンデルバーはですね、ステータスの上昇はそれほど見込めないんですけれども、射程距離の方がだいぶアップするんですね。なので、この、ギガバリアブレイクの方と相性がいいと思いますので、ルーンデルバーの方にしました。アイギスって意外と射程距離が重要なゲームですので、射程距離を上げておけば、まあ、問題はないかなと思っております。多分問題はないと思います。はい、では次、ナディアさんですね。ナディアさんはですね、第二覚醒の方で、ドラゴンブリンガーの方になっております。ドラゴンブリンガーはですね、ステータスがすごく上がるんですね。なので、このようにステータスがすごいことになっています。さらにですね、覚醒スキル、ディノブースト1はですね、使えば使うほどステータスがさらに強化されていきますので、試合が始まったら早めに置いておきたいですね、ナディアさんね。では次、ともえさんですね。ともえさんのランスマスターはですね、第二覚醒がまだ来ていませんので、まだ創生のままですね。ただですね、アビリティ、ともえ式絢爛槍術がとても面白くてですね、東の国の出身の人がパーティーメンバーにいると、どんどん攻撃力がアップしていきますね。覚醒スキルの流星層の方と相性がいいので、パーティーの方にはそうですね、東の国出身の人をなるべく入れていきたいと思います。次は、チャーミーですね。チャーミーはですね、ダークストーカーなんですけれども、第二覚醒させまして、エクリプスストーカーの方にしてあります。エクリプスストーカーはですね、ステータスが上昇する他にですね、攻撃対象が増加されて、すごいステータスになるんですね。これは少し驚きました。ダークストーカーってそんなにステータスが高いイメージはなかったんですけれどもね。それでですね、アビリティが闇の代償として出撃コストがマイナス9になります。ただですね、最初に初回のスキルを使うまでステータスが半減してしまいますので、こちらもなるべく早めに置いておきたいユニットですね。そして最後にベアッカですね。ベアッカのスチームナイトの方なんですけども、スチームナイトはまだ第二覚醒が来ていないので、第一覚醒のスチームガーディアンまでですね。ただ、第一覚醒のスチームガーディアンだけでも、かなりステータスが高いので、期待はできます。ただですね、アビリティの方がですね、獣耐性なんですね。獣耐性なんですけれども、今回の、大討伐の方がドラゴンなので、このあたりはちょっと噛み合わないかな。なので、ベアチェーンソーの方で、なるべく殲滅力を意識して、このステータスですね、を中心とかに置いてね、やっていきたいと考えております。こんなところでしょうかね。ただですね、実はこの新規5人衆なんですけれども、一つ弱点がありまして、なんと全員、近接なんですね。全員が近接ユニットなんですよ。しかも、ブロック数がみんな少ないんですね。ですね、チャーミーの方が、スキル中だけブロックが2つ。
で、ベアッカは最初からブロック数が2つなんですけれども、他3人が全員ブロック数が1つなんですね。まあ大討伐はですね、ブロック数うんぬんよりも殲滅力の方が大事なので、ブロック数に関してはそこまで気にはしなくてはいいとは思うんですけれどもね。悩ましいですね。サポートキャラとかでなんとかしていくというのもあるかもしれませんけれどもね。まあいいや、とりあえず、編成を組んでいきます。まずはですね、コストバッファーのアルティアさんと、ディエラさんですね。ディエラさん、はい、ディエラさんですね。まずこの二人がうちの王国のコストバッファーの基本ですね。では次、ヒーラー役ですね。回復役は誰にしましょうか。まあそうですね、リンネさんが安牌といったところでしょうか。リンネさんはですね、東の国の出身ではないので、トモエさんのバフにはちょっとね、プラスがつきませんね。で次、リンネさんを入れるので、それならば、どうせならば、はい、宮城さんですね。宮城さんを入れようかとは思います。リンネと宮城はですね、かなり相性がいいんですね。では次、光栄軍師ですね。光栄軍師どうしようかな。光栄軍師は、ハワワ軍師でいいかな。ハワワ軍師ですね。まあ、大討伐としてはかなり噛み合う光栄軍師ですね。覚醒スキルのですね、鬼門遁甲がすごく強いんですね。 30% アップ、さらにはですね、スキル中に、近接ニットを復活させることができるんですね。強力ですね。なのでハワワ軍師を入れますといったところで、近接と補助が揃いましたかね。まあ多分最初はこれでいいと思います。では次は遠距離ユニットですね。多分ですね、相手がドラゴンなので、空を飛んでくるやつがいるとは思うんですけれどもね。そうですね、まあ見事ですかね。見事は、汎用キャラなので入れておいて損はないと思います。それに東の国出身ですしね。で、次、そうですね、まあいつも通りならば、タヌポンですね。タヌポンも、東の国出身ですしね。まあこのタヌポンも入れておいて損はないと思います。これで、トモエさんの方にもだいぶバフがかかるようにはなりましたかね。次なんですけれども、そろそろ弓が欲しいですね。弓系がね。そうですね、まあスーさんっていいでしょうかね。スーさんはね、ポン置きしておけばなんとかしてくれるのね。さて次、そうですね、このメンバーを考えるに、まあそうですね、いつも通りならばこちら、ソラスお姉さんですね。タヌポンの方と相性もいいのでね。で最後はさすがにもう一体ぐらいヒーラー役が欲しいですね。ヒーラー役が欲しいですね。そうですね、サーリアかな。サーリアか。大討伐なのでもう少し殲滅力の方を考えたいですね。なのでドロテアさんの方がいいかもしれませんね。ドロテアさんにしましょう。はい、というわけで、まず最初に作ったのがこちらのメンバーですね。あとはプレイして、少しずつ変えていきましょう。はい、というわけで今回このメンバーでまずいきます。新旧エクストラ、ちょっと緊張しますね。それでは、ゲームスタート。まあアイギスはですね、少しずつプレイしていって編成の方の最適解を、探るというのがこのゲームの楽しさではあるんですけれど、早速なんかいますね。地底の古竜は目を覚ますと周囲の味方に、
これはいわゆる起こしてはいけないタイプですね。起こしてはいけないタイプの、敵ですね。とりあえずはバッファーを置いておきます。で次、うん？ドラゴレッツさん見た？あ、あの赤いやつか。あ、いましたね、こんなのね。で、上から来ますね。なのでチャーミー置いておきます。とりあえずはですね、行き当たりばったりなんですね。敵どっから来るかは、おっとチャーミー、そうか、しまった。チャーミー、そうか。チャーミーって最初、スキルを使うまではステータス半分でしたね。すっかり忘れてました。あー、ポカミスしましたね。そうそう。まあいいや、気を取り直して参りましょう。気を取り直してね。まず上から来るんですね。まず上から来るようなので、おっとっと。まず上を塞いでしまいましょう。で次、あーはいはいはい。で次、あー白化かな、白化とか、はい、白化で塞いでしまいましょう。ただあのドラゴレックスって下から来る可能性がありますね。怖いな。下から来る、あ真ん中、危ない。ダメかー。あー結構硬いのかな。硬いというよりも体力があるんでしょうかね。あーでもさすがインディットさんですね、殲滅力高いですね。そうですね、とりあえず下から来る気配が特にないのかな。あ歩き出しましたね。どうしようかな。ただ遅いな。とりあえず真ん中あたりがちょっと怖いのでナディアさんを置いて置いておきますかね。で、あ走り出した。あ、まあ、ちょっとそれは計算違いですよ。あーはい、行かれてしまいましたか。まあ、そうですね、下走るのか、覚えておこう。さて、じゃあスキルちょっと危ないんでスキル点、あーちょっとスキル間違ったかな。あーとちょっとまずいですね。なんかすごくゴテゴテ感がすごい。ダメか。下。通り、なんか全部場当たり的ですね。まあ、しょうがないといえばしょうがないですね。場当たり的になったとしてもね。大討伐は初見はね、大体こんな感じですからね。まあ、頑張りましょう。また次も行きましょう。頑張りましょう。さて、次なんですけれども、どうしましょうかね。人変えましょうかね。まあ、まだ始まったばっかりですしね。はい、このままもう一度行ってみましょう。まあ始まったばっかりなので、ね、全然敵の来る予想進路とかわからないのでね。さあ次、まずバッファー、はいはいはい、まずバッファーを置きます。で次ベアッカさんを置く前、はいはい、ベアッカさんを置く前にまず点火ですね。でそれでベアッカさんを置きます。で多分もうイングリッドさんを置いても大丈夫だと思います。で下どうしようかな。まずはリンネさんを置いて、で下なんですよね。イングリッドさん点火します。下どうしようかな。ドラゴレックス抱えてみますか。とりあえずともえさんでドラゴレックスを抱えたいと思います。とりあえずドカン、はい、気持ちいい。うわー全然効かない、全然効かないな。あーまずい。もうか、もう動き出すのか、早いな。回復薬、ドロテアさんですか。ドロテアさんを早めに置きたい。まだまだ、もう少しまずい。間に合うかな。間に合った、よし。でドロテアさん、何、ワンパンか、ワン強い、そんなに強いのあいつ。いきなりそんなやつが突っ込んでくるのか、参ったな。どうしようかな。まあいい。そうですね、とりあえずはナディアさん、その前に軍師ですね。でここで、一回ボン。で、は
はい、イングリッドさん頑張ってもらえよ。結構上厳しいな、上厳しいな。まずい、あれ今回の大飛ば強くない？今回の大飛ばかなりレベル高いかもしれませんね。あ、上はなんとかなるか。下もなんとかなった。で金のコウモリか。マジしてくる。さ、まずいな。ちょっと実況できないですね。ちょっと今実況できないですね。抜けられるか。スーさん思った以上にダメージ出せませんね。スーさんがちょっと思った以上にダメージ出せてないのがまずいですね。イングリッドさんは優秀ですね。まあそうか、スーさん、あーそうか、ドラゴン普通に硬いのか、だから通らないんだな。もう完全にダメですね、これはね。もうダメですね。まだ200か。まだ撃破数が200でこの強さか。まずいな。スーさん。スーさんスキル使ってこれか。単純に体力があるのかな。硬くて体力がある。もうドラゴンですね。おかしいな、アイギスのドラゴンってね。アイギスのドラゴンはあんまり、あ、しまった、起こしてしまいましたね。スーさんの攻撃が当たったかな。アイギスのドラゴンはね、あんまり強くないことで知られていたはずなんですけど、今回は一味違いますね。おお、なんていうかドラゴンドラゴンしてる。ドラゴンドラゴンというのなんか変な表現かもしれませんけれど、でまあいいや、とりあえず古代竜の力を、あー雅ワンパンか、強いな。よし、ナディアさんが、古代竜の攻撃なんとか耐えられますね。さすがナディアさんですね。スーさんの攻撃全然効いてませんね。まずいな。まあ古代竜見た目からして結構物理耐性高そうですからね。ただナディアさんがね、古代竜の攻撃を耐えられるというのはかなり大きな収穫ですね。次に生かしましょう。ただ、防げたとしてもですね、ワンパ、そうか、抱えると攻撃力アップか。そうか、そうか、そうか。これはまずい。はい、まずバフ2つ置く。で、次に、はい、ここチャーミー。ね、ここ斬新でしょう。ここなら多分いけると思いますよ。ねえ。さあ、来い。いけ、ベアカ。よしよしよし、抱えられた、抱えられました、ようやく抱えられた。さすがベアッカ。あーもう硬いな、ほんと硬いな。つーかこの魔法痛いな。どうすんのこんなのか。ここでベアッカ点火で、はい行く、でチャーミーで、よし、ベアッカとチャーミーで金のコウモリいけるんだ。よしよしよし、もう勘弁してくれ。ここまで来てダメか。ここまで来て、くっそー、いやー、ここまで来てダメ、もう打ちてねえよ。頑張れ、頑張ってくれカレー。頑張れカレー、頑張れ、もうやってくれ、ギャー。
あとこれだけしかないのに。
はい、というわけで以上が目覚めし地底の竜軍新旧 EX 新規五人衆縛りでした。いや最後の最後でね、録音できていなかったという大きなポカミスをしましたけれども、なんとかクリアできました。いや大変でした。それでもですね、この5人ですか、最初実はですね、始める前にはこの5人の中でね1人か2人使わないかななんて思ってはいたんですけれども、全然そんなことなかったですね。もう一人一人が素晴らしい戦力として戦ってくれました。やっぱりね、このアイギスはユニットに対する理解力ですかが大事ですね。理解力がね。で、ですね、今回の動画はちょっと長くなってしまったんですけれども、次回はもう少し短い動画を作ろうと考えています。やっぱりね、長いとね、大変なんですね。編集とかがね。では、今回はこの辺で、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは、四季島でした。